韓国語学習を始めて11年目という方から、うん、まだパッチムのニウン、イウン、ミウンの聞き取りが区別できません、うん、どうしたらいいですか、うん、という質問です。はい、いい質問ですね。あのね、このビヨンのね、パッチムの発音っていうのはまあ、荒っぽく言うとほとんど不可能。要するにする方はしっかりしないといけない。だから不可能でわからないからといって発音する方もいい加減になってしまってはいけない。発音するときはアン、アン、アンをしっかり区別して発音しているうちに少しはわかるようになるかなって。この辺はね、この辺は非常に難しい。でもう一つはね、やっぱり語彙をたくさん知ってるかで、例えば心情、心ね、心情っていうときは M に決まってるのよ。だからそこでどっちかなという迷う必要がない。ヤンバンって言ったらヤン。なので語彙が助けてくれるっていうことがあります。ただ語彙が助けてくれないのは心臓なのか心臓、心臓なのか腎臓なのかはこれとこれの区別だけなので、まあ前後でね、この人は心臓病を言ってるんだろうか腎臓なんだろうかっていうことはちょっと聞いてるとわかるかもしれない。いや、やっぱり語彙ですね。心臓と腎臓が似ていて、で前後で区別しないといけないっていうことが分かってると必死になってきて、おそらく ここだけで聞き取るのは短い文脈だと、まあ、不可能と思っていいので悩む必要がない。ただ発音するときはしっかり、うん、そう、分からないからなのか分からないですけど、意外とミアンパッチムを口が閉じれてない方がすごく多いと思うんですけど、ハンニダって言ってるつもりなのにハンニダ、ハンニダとかってなってて、はい、どれでもないみたいな発音になってることがすごく多くて、うん、で、そう指摘するとハンっていう口が実はこう巻き込んだりとかね、なったりして不自然なんですけど、うん、発音するときにいろいろ心がけて意識をしていると、少なくとも発音はね、で聞き取りも若干ね、日本人はこっちはまだ聞き分けしやすいのかなって、上級トレーニングのコラムに、ミウンはまだ可能性がある、で、ミウンとイウンのパッチムの聞き分けはすごく難しいっていうふうに書いてましたね。やっぱりまずはミウンパッチムの発音から突破かな、響きはね。だから面白いのはね、日本人こっちが苦手なんですよ。ところが韓国人ね、こっちが苦手。苦手っていうのは、聞き分けがしにくい。僕がやった実験なんですけど、実験データで日本人はこっちの聞き分けが難しくて、韓国人は意外にこれとこれの聞き分けが難しい。それはね、面白いのはね、さっきのヤンバンで言うと、やっぱりね、知ってる単語に引っ張られるんですよ。ヤンバンでしょ。で、ここにね、M を入れたらどうなるのかっていうと、 M じゃなくてこれに聞こえるのね。ヤンバンって言ってもこっちを答える人がいる。あ、もうその単語を知ってるから。要するにここが M であるはずがないから、なので耳で聞いているというよりはもう知ってる単語なのでっていうこと。多分日本語でもそうなんじゃないですか。そうなんですよね、きっと。前田であって前田さんって言っても前田に聞こえちゃう。どうぞっていうのもどうぞって言ってもどうぞに聞こえてしまう、だから音細かいところを聞き分けて、聞き分ける能力も磨いていかないといけないんですけども、現実はそうでもなくて、いろんな語彙とか前後の影響を受けながら判断している。じゃあそのパッチムのミウンとかニウンとかイウンが、その、ややこしく入り乱れてる、なんかものをずっと聞き取るとかそういうのよりも、しっかりと発音して語彙を増やすっていう方が近道ですかね。そうですね、で聞き取れなくても悩まない、分かんない、で実は韓国人も名前とかは聞き返してますよね。なのでその音だけで聞き分けるっていうことはネイティブにとってもそんなにたやすいことではないし、我々にとっては非常に困難なことなので、いろんな手助けを使いつつ、かつ音だけでも聞き分けるように、少なくとも発音する方が努力を重ねていく。自分が聞き分けられないからって言って適当に発音してると聞き取ってもらえないことがあるっていう、聞き取れるか云々ではなく大事だなっていうかな、ですね。